けてくれ。おとなしく投降するから。ふん、他愛もない。左翼 B ブロックを制圧。これより迎撃態勢に移行する。某国の私兵、見事伊佐を示しましたね。部隊は整いました。ここからは我らの出番です。寄せては複数、見込みとは違いますが、それなりの使い手たち。最後の試しにかなうかどうか、しかと見極めるとしましょう。イエス、マスター。結社最強と謳われし、敵機体が有名。不遜なる挑戦者どもに存分に思い知らせてやりますわ。あれは、あの白い神器か。かつてガレリア要塞を消滅させたタイプアルファの後継機ですね。見たところすぐに動く気配はなさそうですけど。調子こかれる前にガラクタにしてやるまでだろう。灰色の騎士様よりも前にな。それは僕たち B 班の役割を忘れているんじゃないだろうな。あっちがわざわざ主力を引きつけるんなら好都合だ。切り札だってある。あのすかしたカッコつけ野郎を出し抜けるチャンスだろうが。カッコつけって、まあ一応あの人なりに考えてのことだと思うし、でも確かにいつもいつも自分だけで何とかしようとするのは納得いかないというか。ああもう思い出したらなんか腹が立ってきたわ。まあ多少は同意です。十分すぎるほどよくやってくれていると思うが。仕方ありませんよ。時に厳しく、時に優しく、さりげない配慮と真摯さにあふれながら、自らの身は顧みない朴念人ぶり。そんなところを見せられてしまったら女子としてキュンとしちゃいますから。って一緒にしないでよ。一番タチが悪い天然たらし野郎ってわけか。なるほど、言い得て妙ですね。散々な言われようだな。自業自得な気もするけど。また。ド派手じゃねえか。発射間隔が短くなっていますね。多分あちらの戦局も佳境に入ったのではないかと。時が惜しい、先を急ごう。うん、7組 B 班攻略を再開する。
行くぞ。崩れた。いただけ。よし、なんとかなったわね。ああ、上出来だろう。スレッジハンマー、行くぞ。あたしの番ね。よっしゃ。はい、青き翼のチャンスです。もらっちゃう。俺の番だな。行くぞ。さあ、先に進もう。一旦引こう。私の番です。
大きい。敵機体の専用機、最新鋭の機体のようです。ふっ、次から次へと見せ物小屋かっつーの。ずいぶん敷居の高い出し物みたいですけれど。トールズ第2特務課7組、これより目標を撃破する。戦術リンクオン。みんな気合を入れるわよ。オン。強そうね。気をつけて。よし、僕たちの相手じゃないな。そう簡単には問屋が下ろさないってか。我らの気配に気づくとは。敵隊の豪気に魔球か。また会ったわね、七組の子たち。こんなところまで乗り込んでくるとは思わなかったけど。灰色の騎士の加護なくしてこの死地を乗り越えるつもりか。ふっ、抜かしやがれ。実力差は明白ですが、譲れぬ一戦もあります。
行きやよし。ならば全力で応えるまでだ。主攻到着までの間、せいぜい楽しませてちょうだいね。さあ、力を示してもらうぞ。ひな鳥に耐えられるかしら。僕の番だな。私の番です。サーチモード起動。解析完了です。私の番ね。私の番です。回復します。ありがとう。シール、ありがとう。詳細情報ゲットです。私の番ですね。衝撃の雨が我らに癒し。
ありがとう。よーし。やあ。ありがとう。私の番です。やるな。だがここからだ。私の番ですね。楽しませてくれたわね。ち、余裕かましやがって。まだ余力があると見た方が良さそうだな。まったく、何を遊んでいるんですの。敵主力を迎え撃つ前にこんなところで暇つぶしとは。あら、早かったわね。うん、余興もここまでか。敵機体の筆頭大使、神速ですか。厄介ですね。ポンコツなくせにやたらと早かったっけ。誰がポンコツですか。ひな鳥の分際で生意気な。アイネス、エメア、ここは成功陣で一気に片付けますわよ。承知。悪く思わないでね。奥の手ってやつか。
上等じゃねえか。いざ覚悟させるか。あらあら、予想よりも早いか。間に合ったか。はい、お邪魔するわよ。さすがと言いますか。余計な真似を。教官、どうして左翼に回ったんじゃ。なんかここでニアミスするらしくてさ。さすがは難攻不落と歌われた城塞というべきか。ここは俺たちに任せてくれ。お互いもう一息だ。無事天守閣で合流しよう。了解です。よろしくお願いします。ああもう、教官たちも気をつけてください。いいでしょう、飛んで火に入るなんとやらですわ。至高の存在に挑まんとする不尊、この場で切り捨ててくれます。行きますわよ、旧七組。灰色の騎士、リンシュバルザー。
そろそろ到着か。ああ。この1ヶ月、ガレリア要塞に預けっぱなしだったからな。窮屈続きで本当にすまない。これも必要な手続きだろう。休止状態における私の負荷は微々たるものでしかない。しがらみにとらわれがちなお主の負担を軽くするためならば本望だ。まったく、もう人間と変わらないな。ありがとう、マリマル。どういたしましてだ。あ、ちゃんとありました。やれやれ。何を警戒してるんだか知らねえが、搬入にも立ち会わせないとはな。え？何？すごい。噂には聞いちゃいたが、この二人は全長7アージの人型最新兵器、気候兵だったか。ううん、違うみたいです。愛の鬼神ですよね。そいつは、ああ、その通りだ。一般人、ましてや外国の人が知っているとは思わなかったが。こういうものに結構興味がある方なので。何が結構だ、一家揃って筋金入りのくせに。それより、よく俺たちが外国人だって気づいたな。ほんの少しアクセントの違いが。南の方、リベールあたりからですか。あ、ビンゴだ。そうか、お前が灰色の騎士だな。本当によくご存知ですね。シュバルツァー、いるか。あと5分で到着だぞ。準備の方は。おや、問題ない、いつでも降りられる。邪魔したな。こっちも準備するぞ。はい、失礼しました。なんだ、一般人じゃなさそうだが。ああ、外国人で、彼らも次で降りるみたいだ。もしかしたら俺の就職先に関係しているかもしれないな。なるほどな。いろいろといろんな噂を聞いてはいるが、
相変わらずみたいだな。灰色の騎士殿の人気ぶりは。今年に入ってからはおとなしくしていたんだが、雑誌社の取材なんかも全て断らせてもらっているし。それがより憶測と美化を生み、若き英雄の偶像性を高めるわけだ。かの北方戦役にしても、事実とはかけ離れた活躍ぶりが噂されていたみたいだしな。すまない、失言だったか。いや、いいんだ。俺自身の問題でもあるし。ありがとう、パトリック。この1年、いや、2年間共に切磋琢磨してくれて。シュバルツァ、栄えある一組の生徒として当然のことをしたまでだ。出席日数はギリギリ、いつも理不尽な難題を押し付けられておきながら、一人であがいてやり遂げてしまう不器用なライバルのことをせめて気にかけるくらいはね。パトリック、そっちはカイトで公爵家の名代を務めるんだったか。大変な役目だとは思うけど、どうか頑張ってくれ。アルバレアに遅れを取るわけにはいかないからな。君こそいわくつきの就職先でせいぜいあがいて頑張るといい。それと近いのだし、エリゼさんとの連絡も欠かさないようにしたまえ。なんだったら僕のこともついでに。ありがとう、パトリック。だがそれは全く別の問題だな。元気で、そのうちまた会おう。ああ、そうだな。そうそう、言い忘れるところだった。1年前に交わされたという君たち7組の約束、無事果たされるといいな。へえ。
帝都西の郊外の町、今まで降りたトリスタと同じくらいか。ライノの花も咲いてるみたいだ。トリスタに士官学院か。現役復帰された学院長もそうだが、教官や後輩たちはどうしてるんだろうな。まさかあんなことになるなんて夢にも思わなかったが。あれがそうか。確かにまだ完成したばかりの施設みたいだな。バリマールは敷地の格納庫に運んでくれるらしいが。リーン君？え？できる女性っぽさが増したとか。それともちょっとだけスタイルも良くなったんじゃ。で、待ってください。え？その久しぶりというか、なかなか連絡が取れなかったところに不意打ちだったのもありますが、どうして会長がそんな格好で俺の就職先の町にいるんですか？はあ、まさか会長も同じ就職先だったなんて。ごめんね、私の方は知ってたけど。でもリン君の方だってある程度は聞いてると思ってたよ。いえ、卒業の前後にいろいろごたごたがありまして、多分ご存知かとは思うんですが。うん、もちろん。私がこの町に来たのもそれが理由の一つだったし、リン君が同じ道を選んだのは嬉しいサプライズだったけど。会長、改めてになるけど、リン君卒業おめでとう。多分それを言いたい人は他にもいっぱいいると思うけど、ちょっとだけ抜け駆けさせてもらうね。会長、ありがとうございます。いや、もう会長は変ですか。これからのこともありますし。そうだね、先輩でいいんじゃないかな。リン君に会長って呼ばれるの好きだったから、もったいない気もするけど。だな、この人は。それで先輩は一足先に赴任したんですよね。新たな職場、実際どういう状況なんですか？うん、リン君もここを選んだ時にいろいろなことを言われたと思うんだけど、
分思っている以上に難しくて大変な職場だと思う。そうですか。当然覚悟はしていましたが、同僚の方々とは一通り？うん、もう挨拶してレイ君が最後になるかな。これから紹介するけど、その心を強く持っててね。なんだか胃がキリキリしてきそうなんですが。大丈夫、私だって同じ立場なんだから。同じトールズの卒業生として力を合わせて乗り越えていこうね。ふう、了解です。デザインは違っても同じ遊郭の指紋ですか。うん、私たちの新たな職場の正門。ようこそリーン君。ここリーブスに新たに発足するトールズ士官学院第二分校へ。よく来たな、リーン・シュバルツァー君。鉄道憲兵隊所属、ミハイル・アービングだ。出向という形ではあるが、本分校の主任教官を務める予定だ。まさかこんなところで噂の人物にお目にかかれるとはな。ランドルフ・オルランド、帝国軍クロスベル方面隊からの出向だ。あんたの名前はあちこちで聞いてるよ。せいぜい。リーン・シュバルツァー、この春トールズ士官学院の本校を卒業したばかりの若輩者です。よろしくお願いします。ミハイル少佐、ランドルフ中尉も。ああ、こちらこそだ。灰色の騎士の有名、共に働けることを光栄に思う。だがここで求められるのは騎士による英雄的行為ではない。教官としての適性と将来性、遠慮なく見極めさせてもらおう。肝に銘じます。鉄道憲兵隊、正規軍切手のエリート部隊。まさかその左官クラスが派遣されているとは思わなかったが、それに加えてその様子だといろいろとご存知みたいだね。
情報局のファイルあたりを閲覧でもしたかい？ええ、否定はしません。どうやら複雑な事情があって出向されたみたいですね。ま、さすがにお前さんほどじゃないだろうけどな。とにかくこれで教官は全員揃いましたね。少佐、ランドルフ教官も改めてよろしくお願いします。ああ、君には遠慮なく期待させてもらうつもりだ。卒業時の鉄道憲兵隊の勧誘蹴ってくれた。ご存知だったんですか。へえ、見た目と違って随分優秀みたいだな。飛び級してるみたいだが、17くらいは行ってるのかい？その、21歳になるんですけど。え、マジで？ってことは、俺の3つ下か。教官が4名。予想通り少ないですね。このメンバーで一通りのカリキュラム？ああ、学生数も少ないし、なんとかやりくりするしかあるまい。平時の座学に訓練、それ以外の細々とした業務も行ってもらう。まあ、特別顧問や分校長にも一部手伝っていただくつもりだが。特別顧問？そんな人がいるんですか？それに文校長もどういった方々なんですか？それは、いや、なんつうか帝国ってのは広いというか、まさかあんな強烈な人間がこの世にいるなんてな。え？その驚かないでね。実はどちらもリーン君が面識のある方なんだけど。待たせたな。と噂をすれば。儲けた面をしている。あの内戦以来になるが、私の顔を覚えていないのか。まあ、こちらは一向に構わんが。いえ、お久しぶりです、シュミット博士。バリマールの太刀の製作、あの時は本当にお世話になりました。礼は無用と言ったはずだ。特別顧問という肩書きだが、私は自分の研究にしか興味はない。せいぜい役に立ってもらうぞ、シュバルツァー、いや、灰の起動者。50年前にオーブメントを発明したエプスタイン博士の参考艇の一人。偽物ってわけじゃないんだよな。間違いないとは思いますけど。なるほど、自分が採用されたことにもいろいろな思惑が絡んでいそうですね。まさかあなたまでいらっしゃるとは夢にも思いませんでしたが。半年ぶりか、シュバルサー。改めてになるが、
晴れて教官となるそなたら全員に名乗らせてもらおう。一年半前の内戦で貴族連合軍の総司令を務めた敗軍の将、そして半年前の北方戦役にてノーザンブリア併合を主導した者、オーレリア・ルグイン。これよりトールズ第二分校の分校長を務めさせてもらう。リン君。なるほど、噂には聞いちゃいたが鉄道憲兵隊の少佐殿が派遣されるのも当然かもな。分校長、そろそろ帝国ですがいかがいたしますか。うむ、始めるとしよう。ハーシェル、ひな鳥たちをグラウンドへ。は、はい。リンク、後でね。さーてと、どんなメンツが揃っていることやら。シュワルツァ、君も遅れないように。これより第二の新入生全員への入学式を兼ねた挨拶がある。そうだったんですか。自分は何も。そなたには何も伝えず日時だけを指定したからな。他にはクラス分けと担当生徒との顔合わせもある。灰色の騎士の気骨、せいぜいひな鳥たちに示すがよい。難しくて大変な職場、誇張でも何でもなさそうだな。まあいい、一応これをつけておくか。あの女性は、まさか黄金の羅刹。それにあの黒髪の人って、え、あの有名な、あ、さっきの。マジかよ。予想外ですね。灰色の騎士。に許可なくさえずるな。これよりトールズ士官学院第二分校の入学式を執り行う。略式のため式辞当時は省略。クラス分けを発表する。まずは
8組戦術科担当教官はランドルフ・オルランド。うっす、呼ばれたやつは前に来てくれ。ゼシカ、ウェイン、シドニー、マヤ、それにアッシュ、フレディ、グスタフ、レオノーラの8名だ。次、9組主計科担当教官はトア・ハーシェル。名前だけ呼ぶね。サンディちゃん、カイリ君、ティータちゃん、ルイゼちゃん、タチアナちゃん、バレリーちゃん、ミュゼちゃん、パブロ君、スターク君の9名かな。8組に9組、戦術科に主計科か。すると残るは、静粛に。これより本文校を預かる文校長からのお言葉がある。文校長、お願いします。うむ。第二の文校長となったオーレリア・ルグインである。外国人もいるゆえ、この名を知る者、知らぬ者はそれぞれだろうが、一つだけしかと言えることがある。うすうす気づいている通り、この第二分校は捨て石だ。ふえ、本年度から皇太子を迎え、徹底改革されるトールズ本校。そこで受け入れられない厄介者や、いわくつきをまとめて使い潰すためのな。そなたらも、そして私を含めた教官人も同じであろう。おいおい、文校長、それはあまりに。だが、常在戦場という言葉がある。平時で得がたきその気風を学ぶには絶好の場所であるとも言えるだろう。自らを高める覚悟なき者は今この場で去る。教練中に気を緩ませ、女神のもとへ行きたくなければな。ならば、ようこそトールズ士官学院第二分校へ。若者よ、世の礎たれ。かのドライケルス帝の言葉をもって諸君を歓迎させてもらおう。
そろそろクラス分けの続きを発表していただけませんか。よかろう。本分校の編成は本校の1から6組に続く7から9組の3クラスとなる。そなたら3名の所属は7組特務課。担当教官はその者リーン・シュバルツァーとなる。この程度ではしゃぐな。伝えていた通り、お前には各種オペレーションをやらせる。ラッセルの名と技術、せいぜい示してみるがいい。はい。列車で会った子はやっぱり第二の生徒だったか。ラッセル、どこかで聞いたことがある気もするが、それにしても現在、戦術科と指揮科はそれぞれ入学オリエンテーションを行っているが、7組特務科には入学時の実力テストとしてこの小要塞を攻略してもらう。攻略？そもそもこの建物は一体？アインヘル小要塞、第二と合わせて建造させた実験用の特殊訓練施設だ。内部は動力機構による可変式で、難易度設定も思いのまま。適正対象として魔獣なども多数放たれている。冗談でしょ。なるほど、7組そして特務課。思わせぶりなその名を実感させる入学オリエンテーションですか。新米教官への実力テストを兼ねた。ふん、話が早くて助かる。と言ってもかつて君がいた7組とは別物と思うことだ。教官である君自身が率いることで目的を達成する特務小隊、そういった表現が妥当だろう。なるほど。それで ちょっと待ってください。黙ってついてきたら勝手なことをペラペラと。そんなことを、こんなクラスに所属するなんて一言も聞いていませんよ。適正と選抜の結果だ、クロフォード候補生。不満ならば荷物をまとめて軍系学校に戻っても構わんが。
軍系学校、確かクロスベルの。納得はしていませんが、状況は理解しました。それで自分たちはどうすれば。ああ、シバルツァー教官以下4名は商用祭内部に入りしばし待機。その間、各自情報交換と、シバルツァー教官には候補生にアークス2の指南をしてもらいたい。了解しました。はあ、これでようやく稼働テストができるか。ぐずぐずするな、弟子候補。10分で準備してもらうぞ。聞いてた以上にふざけた学校みたいだな。本来ならば部外者には立ち入ってほしくないのだが。言われなくても余計なことをするつもりはねえよ。あいつの入学を見届けたらとっとと行かせてもらうぜ。結構、後続の紹介があるとはいえ勘違いはしないことだ。この後お仲間たちと帝国内でどう動くかも含めてな。そいつはお前さんたち次第じゃねえのか。いろんな思惑が絡み合ってるとはいえ、こんな分校がポンとできちまう。そんな状況を生み出してるのはどこのドイツだって話だろうが。さすがは A 級といったところか。仕掛けの訓練施設、博士ならではといった感じだな。で、概要についてどこまで知っているんだ。詳しくは何も。地上は一辺50アージの立方体、地下は拡張中ということくらいです。知り合いですか。まあそうだな。こんな場所で会うなんてさすがに想定外だったが、それはともかく。準備が整うまでの間、互いに自己紹介をしておこう。申し訳ないが、到着したばかりで君たち二人のことは知らなくてね。俺は名乗る必要なんてないでしょ。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、学生の身でありながら1年半前にあった帝国の内戦を終結させ、クロスベル戦役でも大活躍した若き英雄。帝国どころかクロスベルでも知らない人はいないくらいの有名人じゃないですか。補足すると、その後も在学しながら帝国各地の事件や返事を解決し、昨年10月の北方戦役ではオーレリア、オレス両将に協力する形でノーザンブリア併合に貢献したらしい。そうなの？オーレリアってさっきの？っていうか、ノーザンブリア併合に貢献したって。
情報ですね。実際にはいや、よく知ってるな。英雄なんて過ぎた呼び名だが、それでも改めて名乗らせてくれ。リーン・シュバルツァー、トールズ士官学院本校出身だ。先月卒業したばかりで、ここ第二分校の新米教官として本日赴任した。武術、気候兵教練などを担当、座学は歴史学を教えることになる。七組特務課の担当教官を務めることになるらしいから、よろしく頼む。では、自分も。クルト・ヴァンダール、帝都ヘイムダルの出身です。シュバルツァー教官のことは一応噂以外にも耳にしています。ヴァンダール、そうだったのか。するとゼクス将軍やミュラー中佐の。ミュラーは自分の兄、ゼクスは叔父にあたります。まあ髪の色も含めて全然似ていないでしょうが。それは、確かに黒髪じゃないし、全然似ていないような。それはともかく、そのメガネは伊達ですか。あまり似合っていないので外した方がいいと思いますよ。まあそれなりに需要はありそうですが。ああ、似合ってないのは自覚してるから勘弁してくれ。よろしくクルト。それじゃあ続けて頼む。警察学校の出身です。正直よろしくしたくないけど、そうもいかないのでよろしく。クロスベル出身か。なるほど。ちなみに警察学校というのはクロスベル軍警学校のことだよな。併合前は警察学校でした。それを帝国が勝手に変えて。それとも正式名称以外は使うなって言うんですか。いや、大はない。悪い、無神経だったようだ。あ、別に私も言い過ぎました。でも納得はできません。気づてならないことを聞いた気がするんだが。情報局って噂に聞いた。ってそれよりことになってるって何よ。失礼、噛みました。相変わらずだな。お待たせしました。
ちと同じ新入生だったはずだが。了解だ。少し待ってくれ。さて、いきなりになるが、三人ともこれを持っているか？ええ、それなら。送られてきたやつね。まだ起動はしてないけど。戦術オーブメント。所持者と連動することによって、さまざまな機能を発揮する個人端末だ。能力魔法が使えたり、身体能力が向上したりするが、この最新端末アークス2ではさらなる新機能が実装されている。アークス2？エニグマとは違う帝国製の戦術オーブメントか。正確には帝国ラインフォルト社とエプスタイン財団の共同開発ですね。いよいよ実戦配備ですか。ああ、新機能についてはおいおい説明するとして、三人ともこれを受け取ってくれ。これはエニグマにもあった。確かマスタークォーツでしたっけ。ああ、基本概念は同じはずだ。開いたスロット板の中央にはめられるからセットしてくれ。了解。ここかな。さて、俺もつけておくか。マスタークォーツが装着されることでアークス2が所持者と同期した。これで身体能力も強化され、アーツも使えるようになったはずだ。なるほど。なんかエニグマとは結構仕様が違うような。はっ、準備は済んだか。シュミット博士。ええ、いつでも行けます。ならばとっとと始めるぞ。レベル0のスタート地点は B1。 地上にたどり着けばクリアとする。は、博士、その赤いレバーって出せるの孫のくせに常識人ぶるんじゃない。それでは見せてもらうぞ、7組特務課とやら。この試験区画を基準点以上でクリアできるかどうかを。みんな足元に気をつけろ。バランスを取り戻して落下後の受け身を取れ。アルティナはクラウソラス。心配無用か。
もう何なのよ一体。あの博士って人が話してたら学校って床が傾いて、その確かユーナだったか。え？悪いけど動けるなら自分でどいてもらえないか。重さは大したことないけど呼吸がしにくくてかなわない。これはなんか覚えがあるような。弾力性のある床、打撲の心配はなさそうです。しかしまたリーン教官のような不埒な状況になっていますね。だから誤解を招くようなことを言わないでくれ。で、教官って切り替えが早すぎないか。そういう仕様ですので。事故というのはこの際関係なさそうだ。弁解はしない。一発張り飛ばしてくれ。殊勝な心がけじゃない。そんな風に冷静に言われるのもそれはそれで腹が立つけど、遠慮なく行かせてもらうわ。これだから帝国の男子っていうのは。別に帝国動向は関係ない気もしますが。その災難だったな。別に無様な体勢で滑落したのも修行不足で、それに偶然とはいえ女子に無用な恥をかかせてしまった。己の未熟さを痛感します。そうか、ずいぶんしっかりしてるな。3人とも大きなダメージはないな。それではこれよりこの商業祭の攻略を開始する。各自武装を見せてくれ。で、こんな茶番に本気で付き合うんですか。博士のことは知っているが、茶番を仕掛ける性格じゃない。あくまで本気で俺たち4名の実力を測ろうとしているんだろう。無事ここを抜けるためにも全員のスタイルを知っておきたい。わかりました。自分はこれです。剣さばきですね。ヴァンダール流の双剣術、存在するのは知っていたが。合剣術の方が有名ですからね。ですがあちらは持って生まれた体格と筋力を必要とする。こちらの方が自分は得意です。なるほど。ユナ、君の方はどうだ。あ、勝手に話を進められているみたいで面白くありませんけど、士官学校の新入生として一応わきまえているつもりです。それはドンファー型の警棒。いや、それにしては複雑な気候をしているな。
どういった武装なんだ。ガンブレイカー、クロスベル警備隊で開発されたガンユニット付きの特殊警棒です。モードを切り替えることで中距離の範囲射撃になります。そんな新武装が。クロスベル警備隊、自治中継、あのランドルフ中尉もそこの所属だったはずだが。分かった、その武装の性能は実戦で確かめさせてもらおう。見たところ扱いにも慣れているみたいだからな。当然です、警察学校で訓練しましたから。帝国人が使う昔ながらの剣なんかよりは役に立つはずです。まあそのあたりもお互い実戦で確認するといいだろう。次はアルティナ。はい。で、何気にさっきから突っ込みたかったんですけど、こんな小さい子がどうして士官学校に入ってるんですか？僕も気になっていた。情報局出身という話ですが、さすがに戦闘には参加させられないのでは？まあ個人的には同感だよ。懸念は無用です。私の身体年齢は14歳相当、小さい子というほどではないかと。身体年齢って十分小さいんじゃ。そして情報局に所属していた根拠たる武装もあります。影が一瞬見えたような。クラウソラス、戦術核という特殊兵装の最新鋭バージョンとなります。秘匿事項となるため詳細は説明できませんが、それなりの戦闘力はあるかと。帝国ってあんなのが普通にあるわけ？そんなわけないだろう。僕だって初めて見た。黄金の羅刹に灰色の騎士、それにこんな少女まで。第二文庫、どういった場所なんだ？疑問はごもっともだが、早速行動を開始しよう。ちなみに俺の武装はこれだ。八葉一刀流の太刀。あの時の、アリオスさんが使っていたのと同じ武器ね。ああ、帝国風の剣じゃなく東方風の刀になる。さすがに風の剣聖は有名らしいな。いろいろありましたけど、今でもファンは多いですから。どこかの国のせいで今も手配中みたいですけど。ああ、そうみたいだな。それじゃあ攻略を始めよう。
現在 B1 地上に出ればこの実力テストも終了だ。実戦のコツ、アーツの使い方、アーク指数の機能なども一通り説明していく。迅速に確実に、ただし無理はしないようにしっかりついてきてくれ。言われずとも。やるからには全力を尽くします。それでは状況開始ですね。正面の扉から進めるようだな。はです。私ってば何やってんだろう。
の番だな。さてと、いや、戦闘終了、お疲れ様でした。覚悟してもらうぞ。やっ、よし、行くぞ。アークス駆動。終了、お疲れ様でした。
からばはの番だな。で大丈夫だ。Taillou. Bah non, ils font pas, il faut pas. さてと
ンダールの剣。Motivé, non. On a juste parlé, c'est tout. いつもありがとうな。Si, si, t'inquiète, il y en a. Après, ce sont des ados, là. Hein.
ありがとう。しかしこの設備といい。行くぞ。アークス駆動。よし。私の番です。終了。お疲れ様でした。トレジャーを発見しました。準備はいいか？俺の番だな。
番です。ブリューナク起動、照射。名教師数我が太刀は聖。見えた。大丈夫だ。
いつでも行ける。そこだ、挟みかけるぞ。セット、ストライカー。いくぞ。行くぞ。はっ、今だ。行くぞ、アキラ。了解しました。私の番です。見たか、バンダールの剣。その先が終点だ。とっとと入ってくるがいい。了解。目標ポイントへ向かいます。Il y a même une commande. センサーに警告、電子反応を検出しました。電子反応。時代の魔導ゴーレムだ。シュミット博士、まさかこれもあなたが。内戦時に出現していた旧時代マシナリーを捕獲した。
公平よりも出力は劣るが、自律行動できるのは悪くない。それの撃破をもって今回のテストを終了とする。け、本気か？ちょっとマント博士、いい加減にしなさいよね。このメンバーじゃ分が悪いな。こうなったら来い、灰の鬼神。鬼神の使用は禁止だ。レベル0の難易度は鬼神の介入を想定していない。その程度の相手に使ったら正確なテストにならぬだろう。シュバルツァー、せいぜいお前が奥の手を使うか。奥の手、まだ使っていないアークス2の新機能を引き出してみせるがいい。スレイブオーダーモードを起動してください。オリビーさん、オリバルト王子がリン教官ならきっと使いこなせるって言ってました。卒業おめでとう。そして心からの感謝を、リーン君。お祝いと言ってはなんだが、完成したばかりのアークス2を君たち全員に送らせてもらうよ。実は通信面でちょっとしたカスタムがされているんだが、他にも画期的な新機能があるから実戦で役立ててくれたまえ。そうか、了解だ。これは何かがあの人から伝わってくる。戦術リンク、いえそれとは別の。7組総員戦闘準備。ブレイブオーダー起動。トールス第二分校7組特務課、全力で目標を撃破する。おう、強敵だ、気をつけろ。De toute façon, les bots ils sont pas comptés dans les viewers. Ixo, Totsugekiji, Rekka. Kiku. Sate to. Search mode.起動。詳細情報ゲットです。行くわよ。はあ、よし。Normalement, moi je suis pas compté dans les viewers. Thank you.
私の番です。構えろ、防御陣決心。さてと。行くぞ。アークス駆動。えい。ありがとう。助かります。や。僕の番だな。迷宮シス、我が太刀は聖。見えた。
先に進みましょう。よし、掴んだ。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータス。体力低下、小休止します。早いか。次は難度を上げるとして。あ、聞いてくださいよ。むちゃくちゃすぎだろ。次ってまた同じことをやらせようってわけ？可能性は高そうですね。いずれにせよ、実力テストは終了だ。すみません。3人ともよく頑張った。アークス2の新モード、ブレイブオーダーも成功。上出来と言っていいだろう。それぞれ課題はあるだろうが、一つ一つクリアしていけばいい。7組特務課、人数の少なさといい、今回のテストといい、不審に思うのも当然かもしれない。士官学院を卒業したばかりで、ろくに概要を知らない俺が教官を務めるのも不安だろう。先ほど言ったように、希望があれば他のクラスへの転科を掛け合うことも約束する。だから最後は君たち自身に決めてほしい。自分の考え、やりたいこと、なりたい将来、今考えられる限りの自分自身の全てと向き合った上で、今回のテストという手応えを通じて7組に所属するかどうかを。多分それが7組に所属する最大の決め手となるだろうから。勘違いしないでください。入りたいからじゃありません。私はクロスベルから不本意な経緯でこの学校に来ました。帝国のことはあまり好きじゃないし、あなたのこともよく思っていません。みたいだな。だけど今回のテストであなたの指示やアドバイスは適切でした。さっきの化け物だってあなたがいなければ撃破できなかったでしょう。はっきり言って悔しいですし、警察学校で学んだことを活かせなかったのも不本意です。だから結果を出すまでは、実力を示せるまでは7組にいます。灰色の騎士、いけすかない英雄であるあなたを見返せるくらいになるまでは。めちゃくちゃだろう。
論理的整合性はありそうですが。その英雄というのは正直やめてもらいたいんだが。分かった、君の意思はそ、はい。クルト・ヴァンダール、自分も7組に参加します。ただし積極的な理由はありません。それはこの第二分校が自分のクラスをここに定めたのなら依存はありません。強いて言うなら今回のように実践の機会が多いのは助かります。受け継いだ剣を錆びつかせてしまったら家族への面目も立ちませんから。受け継いだ剣、ヴァンダール流ですか。それとせっかくなので八王の一端には触れさせてもらおうかと。正直聞いていたほどではなかったというのが本音ですが。って生意気すぎでしょ。人のことは全く言えないと思いますが。君たちと同じく未だ修行中の身というだけさ。了解した、クルト。7組への参加を歓迎する。はい。最後は君だ、アルティナ。確認の必要はありません。秘匿事項ではありますが任務内容には準じて。そうじゃない、アルティナ。君自身の意思でどうしたいか決めるんだ。意味がわからないのか。さっきも言った通り、自分自身の意思を示さない限り参加を認めるつもりはない。決めたのが文校長だろうと、たとえ情報局や帝国政府だろうと、その一線だけは譲らないつもりだ。何でもいい、君自身の根拠を示してくれ。私自身の根拠。ちょっと何を意地悪してるんですか。事情は知らないけど、よく分かってない子に。根拠は思いつきません。ですがこの1年妖精の旅にあなたのことをサポートさせてもらいました。この分校で所属するのならリーン教官のクラスであるのが適切であると考えます。それと1年半前、私の任務の前に立ちふさがったドールズ士官学院7組、その名前の響きに少しばかり興味もあります。それでは不十分でしょうか。今はそれで十分だ。よろしく頼む、アルティナ。はい。もったいぶっちゃって。波乱含みだな。それではこの場をもって7組特務課の発足を宣言する。お互い新米同士、教官と生徒というだけでなく、仲間として共に汗をかき切磋琢磨していこう。てるか気になって来てみりゃ。勝手なこと。
一教官に生徒の所属を決定できる権限などないというのに。天下の願いがあれば私は認めるつもりであったが。文校長、お言葉ですが。帳尻が合えばよかろう。彼らは己で決めたのだ。8組9組ともに出だしは順調。ステイシにしては上出来の船出だ。近日中に動きがある。せいぜいひな鳥たちを鍛えることだ。激動の時代に翻弄され儚く散らせたくなければな。もちろんです。イエスマン。やれやれ、大変なところに来ちまったな。ったく、ラッセルの爺さん以上にマッドすぎるだろうな。留学についてもそうだが、あんなジジイに弟子入りしまって本当に良かったのか。でもでもやっぱりすごい人です。同じ新入生の子たちとも仲良くやっていけそうですし、それに帝国に入れないお姉ちゃんたちの代理もちゃんと務めたいですから。やれやれ、いつの間にかでかくなったっつうか。もうちびすけとは呼べねえな。連中は確実に動き始めてる。帝国政府もそれ以外の勢力もな。シャラカ王子のツテで遠距離通信のラインは確保できた。何かあったら駆けつける。遠慮なく連絡しろ、ティータ。なるほど、本校に続いて第二もか。はい、初日は滞りなく終了したそうです。八組戦術科、九組主計科に加え、七組特務科も無事発足しました。やれやれ、なんとか虎を檻につなげたと思ったんだが、まさかヤッコさんまで教官に加わっちまうなんてな。名高き妻女も入るし、ステイシとは思えぬ充実ぶりだ。クロスベルから彼まで送ったのは早計だったかな。よく言うぜ、完全に狙っていたくせによ。ま、戦力が充実するんならそれはそれで使いようがあるけどな。レクターさん、総督閣下も。いずれにせよ、この春をもって全てが動き始めることとなる。ノーザンブリアを落としたことで蛇どもの潜む茂みは全て焼き払った。主の計画を奪い返すため、いよいよ直接動き始めるはずだ。ならば翼と剣をもがれた王子の最後の悪あがきたる第二文庫。
我が不祥の息子ともどもせいぜい踊ってもらうとしよう。かっこ。たく、ほんと、いい性格してるぜ。我らアイアンブリードは閣下の待望のため働くのみです。よし、つながったか。うおー、やったねまさかこんな形で皆さんと話せるなんて。うん、王子殿下には感謝してもしきれないな。リーンとガイウスはつながらないか。距離的な問題か、つながりにくい場所にいるのかなまあ今後はいくらでも機会があるだろう。そうね、これでやっと約束も果たせるわけだし。まったくもう嬉しそうにしちゃって仕方ありませんわ、再会の季節でしょうから。ええ、春再びね